はい、月です、本日はギャラクシーノート8の S ペンが届いていますので、開封して書き心地を確認したいと思います。何でもギャラクシーノート8に内蔵される S ペンはワコムのフィールという技術を使っているとのことで、その技術を採用しているペンであれば問題なくギャラクシーノート8でも使えるようです。そして今回購入したものはノート8対応を謳っているドイツのステッドラーとコラボした S ペンです。早速開封しましょう。はい、イエローとグリーンの2カラーがあるんですが、私は今回グリーンを選びました。鉛筆のような S ペンで創造的な描く描くを実現、書き心地の良いペン先 0.7mm、 これは純正の S ペンと同じ細さのようですね。前回設定した、S ペンの使い方、 S ペンを装着したまま使える使用方法が書かれています。対応機種は Galaxy Note 3、Note Edge、Note 8 Book というふうになっています。下からは取り出せない芯が出てきましたね。替え芯が5本にリングが1つ付属されています。よいしょ。あとは入ってないですね。本体とこちらの芯ですね。芯とリングが入っていました。多分このリングは芯を変えるときに抜いたり刺したりするのに使うんだと思います。そしてこのキャップが何気に使いやすそうですね。よ、転がることもないですし、感覚としては本当に鉛筆ですね。鉛筆を持ってるようなと言っても、最近全く鉛筆持ってないんですけども、鉛筆を持ってるようなイメージです。私は知らなかったんですけども、ステッドラーはデザインや製造をやっている方にとってはおなじみのブランドだそうですね。はい、ここにメイドインジャーマニーと記載されています。はい、純正との違いは一目瞭然で、倍までいかないかな、長さとしては 1.56 倍ありますね。重さはどうでしょうか。付属の S ペンが 0g、 ステッドラーの S ペンは 10g と、 Apple Pencil が約 20g だったと思いますので、約その半分の重さということになります。もちろん充電する必要はありません。ちなみに私が100円ショップで購入して長年愛用しているシャープペンシルは 6g ということで、まあまあニアという感じですかね。鉛筆がないんでね、鉛筆の重さが今どのぐらいなのか分かんないんですけども、 10g ということです。純正の S ペンについているボタンスイッチ、これはステッドラーの S ペンにはついていません。本当にもう書くだけに特化しているということで、ギャラクシーノート8を使っていろいろ機能を呼び出すというのは難しいのかもしれません。では早速書き心地を確認してみたいと思います。私がギャラクシーノート8で一番使っているのが画面オフメモ、スクリーンオフメモですけども、この状態からメモ帳を起動させる機能なんですが、やっぱりこのボタンがないんでね、純正のペンですとここを押しながらダブルタップすることで、はい、今スクリーンオフメモが、画面オフメモが立ち上がりましたが、こちらのペンにはスイッチ、ボタンがどこにもないので、スクリーンオフメモを立ち上げることはできません。ただし当然書くことはできます。ああ、書き心地滑らか。はい、書き心地はですね、こうカメラ越しで書いてても非常に書きやすいですね。まあこっちにね慣れちゃってるっていうのもあるので、これはこれで書きやすいんですけど、やっぱり長い、はい、長いとね、その分非常にスラスラ書ける感じがします。それではギャラクシーノーツを起動します。はい、鉛筆を選択しました。うん、本当に鉛筆で描いてるみたいですね。まあ、このペンやはり製図とかですね、絵を描くのに向いているようですね。私ちょっと絵心がないんで描けないんですけど、
今あのカメラ越しに書いたんでね、ちょっと書きづらかったんですけど、ノートに書くように机に置いてこう書くとですね、非常に書きやすくて、絵だとか製図はノート8ではあまり書かないと思うんですが、しっかりね書き込みたい時に向いてるペンじゃないかなと思いました。材質は分かりにくいと思うんですけど、木ですね。この中心部分以外は周りはすべてやっぱり鉛筆と全く同じ素材という感じになっています。現在こちらのペン Amazon では4838円というふうになっています。評価がねそんなに高くもないんですけども、9件のレビューで星 3.5 ぐらいですかね。割高な点がレビューが伸びない理由になっているのかなと思いました。またあの鉛筆に寄せている分脆いのではないかという点が指摘されていました。確かにねこれで5000円というのはちょっとね高いかなという気はしますが、ギャラクシーノート8を使って絵を描こうというような人に本当に向いてるペンじゃないかなと思います。私はやはりスクリーンオフメモ、画面オフメモを多用しているので、それが起動しないのはちょっと使いづらいかなと思います。もしかしたらねまたこれも設定によって使えるようになるかもしれませんので、いろいろといじってみたいなというふうに思います。ということで本日はステッドラーが作った S ペン、スタイラスペン、ノリスデジタルデザインフォーサムソンを開封してきました。次回の動画もチェックしていただけると嬉しく思います。本日はご視聴ありがとうございました。ではまた。